はい、どうも、お答えです。今回はね、まあ、初心者の方でも、まあ、僕も初心者なんですけど、まあ、初心者の方でもね、誰でも、まあ、なんか、頭を使った、まあ、簡単なキルができる方法を、まあ、教えていきたいと思います。まあ、この動画がね、まあ、参考になった方は、ぜひ、チャンネル登録と、まあ、高評価お願いします。ということですね。うわ、怖い、怖い、怖い。めっちゃ怖い人や。やばい、やばい、やばい。階段置いてと、はい、張り替えて、 ゆっくり編集して落ち着いて、編集して、バンへい、えー、今のはですね、まあ、まあ、ボックスあったらですね、まあ、まあ、これはもうみんな知ってるかもしれないんですけど、まあ、こうやってブンって普通に階段を置けるんですよ。こうやってグってやれば。で、それでまあ、僕みたいに下手くそな人でも、ゆっくり編集して、まあ、これはまあ、普通にバンって狙って撃つ。まあ、それだけです。それだけで。もう階段を置くことによって、はだいぶ、 有利さ変わるんですよ。こうやって、こうやって、こうやって。ワンって思う、こうやって。で、こんなんもできるしね。はい。あんなところに敵が積んでる。俺今、直球部あるしな。あ、いいこと思いついた。えー、っと、確かここに置いて飛ぶだけで。スリー、ツワン。確か死ぬはずなんだよな。 おお当たった当たっためっちゃめうわ最悪回復しようとしてる気持ち悪い,い,い,いえーはい、えええええええ今のはですねまあ、相手がまあ例えばここちょっと相手がね、うん、まあ、ここにいたんですけど、まあ、クラッシュパットっていうのはま、ね、あまあ前に投げたら基本的にねまあ落ちてくることによってこうやって入れるんですよ コロリをしてまあ倒したって感じですかねはい、はい、やばいなこれうわ階段を変えた、ー、えっとえー、っとやばいもういいあいいこと思いついたこれ多分編集してくるからえっちえー、まあ今のはですねまあ敵視点からしてみるとまあねえー、まあまあここら辺ね僕はいるんですけど まあこんな感じでいるんですけどちょっとどいてくださいあなたえっとまあこんな感じになっててでまあ敵がここをまあ張り替えてきてやばいなと思って僕はまあ追い込えー、っとちょっと編集だちょっと回線が悪すぎでまあ僕はあそこの奥側にいるわけですけどまあそれでねまあ僕、まあ、敵がまあここから編集してきて行った時にまあ僕がここの落とし穴を作っててあーって 押してしてまうっていうまあ IQ の低い敵だったってことですね、えー、クラッシュパッドっていうのはですねまあ1個置くじゃないですかちょっと見せましたけどまあこれでもう1個置くとまあもう1個先に行くじゃないですかでさらにもう1個置くと、まあ、さっきのも利用してさらに遠く行けるんでまあこれでまあ例えばここで例えばえー、っとまあこんな武器構成で わこれ拾いたいってなった時にでえっ、ー、に例えばまあクラッシュパッドが落ちていてでもアンチストーム来てるわーってなったら、まあ、もうとりあえず投げるだけ投げてでそこからこれ拾っていったらもうこれはあるんでそのまま移動できるっていう素晴らしい性能ですね。